モンタナ市にあるオスマン帝国統治時代のハマムとモンタナは、は、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。モンタナ州に属し、その州都である。ドナウ川から南に5 0トルブラツァから北西に4 0トルセルビアとの国境から東に3 0トルのところに位置している。モンタナは、オゴスタ川沿いにあり、 バルカン山脈の北側にある。西と南は高地に囲まれている。街の気候は大陸性であり、夏は暑く、冬は寒い。1月の平均気温は摂氏マイナス2度であり、7月の平均気温は摂氏25度である。20世紀末から21世紀初頭にかけて、夏に気温が摂氏35度から40度に達するようなことは稀である。 モンタナ周辺の地方は、紀元前29年に、ローマ帝国の属州である上も、エッシアとなった。紀元後160年頃、かつて、トラキア人の集落のあった土地に、帝国の軍事拠点が築かれ、モンタネンシウムとして、都市核を得た。町は、その後ローマ様式での開発と都市化が進められ、この地方では、ラキアリアに次いで重要な都市となった。 モンタナを眺める丘の上に要塞が築かれ、また、公共施設、住宅、浴場、劇場などが整備された。モンタナは、典型的なローマ都市となり、ローマ化された、地元住民が、イタリア系、アナトリア系の住民と共存していた。町の経済の基盤は、イタリア系の大地主と、その所有している別荘や邸宅であり、地元民たちは、 農産物やオゴスタカワ渓谷の黄金を売買した。この頃、ギリシャ系の住民も町に住み、職人や金融に従事していた。モンタナのギリシャ化の下では、町の守護者は、ディアナとアポロであった。440年から490年にかけて、ブルガリア北西部ではアッティラ率いる、フ族や、ゴート族による破壊を受けた。スラブ人やアバール人の侵入は、 この地域に残るギリシャローマ文明に完全に終わりをもたらした。スラブ人はこの地に定住し、この地をクトロビツァと呼んだ。第一次ブルガリア帝国及び第二次ブルガリア帝国の時代、町は復興され、地方の中心都市となった。クトロビツァがオスマン帝国に征服されてからは、町は破壊され、壊滅した。1450年から1688年に、 かけて、町には、トルコ人が再入植した。この場所は、戦略的拠点となり、典型的な、オリエント風の町として繁栄した。一つのモスク、要塞、その他に、多くの建造物が作られた。トルコ人らは、1688年に、チプロフチで起きた、チプロフチ放棄を鎮圧し、町は、トルコ人の地域としての性格を確たるものとした。 中世の間放置されてきた古代のローマ浴場もあった。ブルガリア解放以降、クトロビツァには多くの人々が移住し、経済的に繁栄した。変電所、鉄道駅、郵便局、病院が設置され、市や地たりしても開設された。故障、クトロビツァは1890年にブルガリア大公フェルディナントにちなんでフェルディナンドと名付けられた。 1945年、共産主義体制となると、町の名前は、共産主義活動家のフリスト・ミハイロフの名を取って、フリスト・ミハイロフと解消された。翌年には、ミハイロブ・グラトに再解消された。共産主義体制が崩壊した後の1993年、町は、古代ローマ時代の故障にちなんで、モンタナへと解消された。南極大陸のサウスシェトランド諸島。 リビングストン島にあるモンタナ岳は、モンタナにちなんで命名されている。モンタナ基礎自治体には、その中心であるモンタナをはじめ、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧。ありがとうございます。